だって、こんなの嫌だ。だってじいさん鎖骨んとこって言ったのに、全然短い。だって僕髪結べんといけんってちゃんと言ったもん。だってこげなん結べんちゃう。こんなん結べんの。そうだけど、髪切りに行かんかったらよかった。もじゃもじゃの方がよかった。とってもこんなんどうしたらいいかわからんちゃう。どうしたらいいだ。じいさん散髪も上手にしてもらえれ。どうなってんのこれ。後ろマジでねえな。てか前髪もなんかおかしくない？いやーどうしよう。だって切ったもんはしゃあないじゃん。どうせ傷んです。もうほぼ死んでる髪だからさ。ええやん、涼しくなったよ。快適快適。頑張りゃ結べなくもないよ。ほら。マジギリギリだけど。大丈夫だって伸びるんだから、どうせすぐ。リピートアフターミー。毛は伸びる。ちゃんと言え。毛は伸びる。冬ぐらいにはもう、しっかりまだ邪魔臭くなってるっしょ。うじうじしやがってくそ。いや、そうだよ。整えてみりゃいい。整えてみりゃいいんだよ。いや、俺はやらんよ。これはもうスミレの仕事や。お前の係だよ。お前の。はい、どうぞ。ちょっと先に顔やっていい？ほんとありえないんだけど。いや、だってさ、千代子はさ、ちゃんと頼んでたじゃん。それがどうしたらこの長さになるのっていう。ちょっと、ほんとね、この髪バサバサなの、なえるから。もう、全然結べないじゃん。普通に腹立つ。髪結べる長さで、あと鎖骨にかかるくらいの長さって言ってたのに、ほんと鎖骨どこについてんのって思ったもん。
あのお兄さん、鎖骨知らないんじゃない？あ、でもさ、もう切られちゃったもんは仕方ないじゃん。だからなんとかするしかないよね。わかんない、なんとかなるかわかんないって、想定外すぎてさ。これでどうにもなんなかったら、うん、マジクレーム。それはわかるけど、クレーム入れたいぐらいに腹立つってこと。わかってるよ。入れない入れない。入れないっていうか、もう意地でもなんとかする。いやでもね、結べないのは本当に痛い。だってさ、量がすごいじゃん。あと今の時期とかすごい広がるし。そう、結んでなのとかなってるところあるから、血横がへこむのめっちゃわかるもん。いや涼しいのはさ、涼しいし、まあもともと傷んでたから、確かに傷んだまんま長くしててもっていうのはあるけど、でもそんなさ、思って出たのと違うのはさ、そうそう、自分でこの肩につかない長さがいいと思ってやるのは別にいいんだけど、肩につく長さがいいって言ってんのに、このそうなんないのはさ、違くない？よし、問題はさ、髪。とりあえずアイロンで伸ばして、アイロンを使えば広がってるのがなんとかなるじゃん。ちょっと先に、そう、多分内側とかもちょっと丁寧めにやってあげれば、ボリュームはだいぶね、なんとかなると思う。ドライヤーだけじゃ絶対無理だよ。前髪なんかガタガタにされてんだけど、やばい。いやもうほんと、ほんとなんか、切れそうだったけど、でもアキトのおかげで、アキトのおかげでっていうか、アキトのせいでなんかもうどうでもよくなったよ。ちょっと内側に入れる感じで、こう内巻き目にしてみる。ウォーターサーバーのなんかセールスのお兄さんに千代子が捕まっちゃって、千代子ああいうの断れないから、もうなんかもうずっと泣きそうな感じで、おじさんが喋ってるのずっと聞いてるし、千代子があのって言ってるのをさ、私らも大丈夫かなって見てたけど、変わってあげた方がいいかなって思って見てたら、アキトが出て、で全然なんか普通にいつものアキトって感じで、いやいいっす、アキトの声でと、多少ほら内巻きにしたらちょっとこう可愛くない？ちょっと多分もうちょっと頑張ればね、綺麗にこう丸く巻ける。前髪これさ、
でも一層分ける、おでこ出しちゃってこう軽く流す感じにしといた方が、ここも横髪もパーマかかってる的な感じで、後ろも巻いてもいいけど結構大変。どう？あり？ちょっと千代子見てみて。うん、こっちで。うん、お、ちゃんとしとる。しとる、モキモキしとる。うん。でもお姉さん芸にしてごした。すみれさんありがとう。